皆さん、こんにちは。鉄道ビジネスカジュアルチャンネルへようこそ。今回はこの駅政治駅。判定は？をお届けします。政治駅とはまたストレートな題名ですね。そうですか。昨今、政治駅と疑われている駅がありますが、本当に政治駅かどうかを歴史をたどって検証します。これは確実に政治駅と言えるものがないのですが、歴史を振り返りながら判定していきたいと思います。政治駅とはどういったものですか？政治駅とは、新幹線、在来線などで本来なら、駅の設置の予定はないが、地元の政治家の力で設置した駅です。でも確実のその力が直接及んでいるとは思えませんね。影響は多少あると思いますが。この駅も政治駅と勘違いされる駅ですが、簡単に言えば政治決着駅です。政治決着駅とは何ですか？地元を説得するため、有力政治家が折衷案を出して解決することです。折衷案を出しても地元はなかなか折れないと思います。それが解決したのです。戦前からあった弾丸列車を計画した際、名古屋大阪間を当初は関西本線に沿いながら鈴鹿山脈を越えて東海道本線の安駅に再び沿うルートで計画されていたものの、後に工期や技術の問題で米原経由ルートを検討するようになりました。この時代の長大トンネルとしては、丹那トンネルの 7.8km、 清水トンネルの 9.7km が精一杯ですね。だから迂回ルートを取ったのです。結局は名古屋から一旦北上して大垣市の南部を通り、樽井駅付近で東海道本線と並行し、そのまま米原へ抜けるルートに落ち着きました。岐阜市や大垣市では駅を誘致する運動が展開され、岐阜市寄りの北回りルートが要望されました。しかし国鉄側は予定ルートよりも線路を大幅に北側へ迂回する必要があり、建設予算や名古屋駅以西の区間の所要時間が伸びる関係上、難色を示しました。これに対して岐阜県や地元自治体側は激しく反発し、一時国鉄は岐阜県内での測量ができない状態に陥りました。このため、国鉄が地元選出の当時の有力国会議員であった大野万木氏に仲介を依頼し、新幹線路線を迂回させる必要がない羽島市内に、岐阜羽島駅の設置を推奨しました。こうして岐阜羽島駅が誕生しました。羽島市にとっては棚からぼた餅ですね。まさにそうですね。だから政治駅ではなく政治決着駅なのです。岐阜羽島駅前には、大野夫妻の功績を顕彰する銅像が建てられていますが、これは開業の4ヶ月前に逝去した大野氏の支持者が造立したものです。判定は×です。しかし現状の岐阜羽島駅の利用は芳しくなく、岐阜市の人は岐阜駅から東海道線に乗って名古屋に行き、新幹線で東京へ出るルートが一般的となっております。上越新幹線自体が政治新幹線と言われてもおかしくない新幹線ですね。その通りです。日本列島改造論でおなじみの田中角栄元首相が日本鉄道建設公団法を成立させて、日本鉄道建設公団を作り、収益の見込めない地方ローカル線の建設を進めました。これは只見線の全通にも至ります。国鉄による建設がまだ開始していなかった上越新幹線を田中内閣の思うままに進め着工しました。昭和の何でもありの世界ですね。令和の今でもありますが。上越新幹線が建設される際に、越後湯沢駅と長岡駅にもう一駅作ることとなりました。これは、東海道新幹線、山陽新幹線の建設に倣い、不測の事態や緊急事態のために、30km から 40km の地点に駅を設置するという論理からです。新岩国駅などがその典型です。これで誘致合戦を繰り広げたのが、六日町と小出町でした。両方とも田中氏の選挙区、旧新潟3区、です。しかし、六日町だと、越後湯沢からあまりにも近く、小出だと、大きく東に外れ、遠回りとなることから、中間にある大和町、現南魚沼市の浦佐に、新幹線の駅を設置することになりました。これも大和町にとってはまさに棚からぼた餅ですね。浦佐駅は、当時は、特急、土器、一往復と一部の急行が停車するだけのローカルな小駅でした。選挙区内の政治的決着駅と言えます。
政治駅としては三角ですね。なお、浦佐駅前には、屋根付きの田中角栄氏の銅像が建てられています。ちなみに、在来線にも、2社の争いから折衷した駅があります。加賀温泉駅。加賀温泉駅は、元は佐久見駅でした。1944年に開業しました。1961年、特急、白鳥の運行開始により隣接する、胆振橋駅と大正寺駅が、片山津温泉、山城温泉、山中温泉の各地元を巻き込み、特急停車をめぐって、激しい争奪戦を繰り広げました。これを鎮静化する目的で、両者の中間にある佐久見駅に特急列車を集約して停車することとなり、駅名を加賀温泉駅に改称して、周辺の温泉地の玄関口となりました。政治的決着ではありませんが、誘致合戦をして2社が争うと、折衷案が示され、両方が負けることとなり、一つの教訓となります。北陸新幹線にも加賀温泉駅ができます。九州新幹線八代西鹿児島間は、もともとは、スーパー特急方式として、狭軌路線を高規格路線で建設する予定でした。福岡都心部の用地買収などが難航することもあり、博多からは鹿児島本線を通り、船小屋付近から高規格路線に入る計画でした。しかし、2001年に、九州新幹線が、フル規格での着工が決定されました。船小屋駅の新幹駅設置の意義が薄れ、船小屋駅設置は盛り込まれませんでした。普通に考えると船小屋駅に駅設置すると駅間が極端に短くなるからです。船小屋駅付近は久留米駅からわずか 15.8km で次の新大牟田駅は 17.8km しかなく、さらに久留米駅の手前の新鳥栖駅も久留米駅と 7.1km しかない状態です。まるで北海道在来線、石北本線、級の駅間となるからです。しかし福岡県宮間市出身の小賀誠氏の影響により2004年に設置が決定しました。政治駅としては確実に丸です。この駅も紆余曲折した駅で今で駅名解消で揉めております。具体的な政治家の方はわかりませんが、慢性の水不足に悩んでいた沼田市付近にて1970年頃に、群馬県沼田市にダムが建設される計画が持たれました。そうすると、沼田市や付近の水上町は、ダムの下にうずもれます。それを迂回するため、上越新幹線は、深いトンネルを掘ることになりました。しかし、猛反対の挙句、沼田市のダムは中止。しかし、着工したので、工事はそのまま継続されました。トンネルの一つの中山トンネルは、工事難関中の難関で、出水事故を2回起こしております。出水事故で、作業員が水を飲んでみると、美味しいと気づき、現在の大清水のミネラルウォーターとなったようです。一説には、田中角栄氏の政敵である福田赳夫氏の地盤の沼田に駅を設置しないため、この中山トンネルが設置された説もあります。駅ではなく、ルートが政治に利用されたようです。ようやくできた新駅ですが、沼田、水上地区に駅を設置する計画があり、あくまでも、仮称の上毛高原駅と示されました。当時は、月夜野町という町に設置されました。月夜野という名前は鉄道ファンには馴染みがありませんが、カードライバーなら関越自動車道の月夜野インターチェンジで有名です。在来線の上越線には、月夜野町に駅はなかったのですか？いいえ、あります。五感。という駅です。五感駅より、月夜野駅の方が名前的にはいいですね。新幹線の駅は、月夜野駅とするわけにいかず、仮称で上毛高原と付けられ、それが、そのまま駅名となりました。水上町、月夜野町は、その後、合併で水上町となりました。地元は、駅がどこにあるかわかりにくく、観光を主産業とする町と地域に、不利な状況が続いているとして、水上町の商工会や観光協会などから、町議会に対して、水上を関する駅名変更を求める請願が何度も出される事態になっています。新幹線の駅名変更は山陽新幹線の小郡駅から新山口駅に変更された以降はありません。政治駅というよりはいろいろな要因が絡んでの結果ですので三角とします。また群馬県ですか。
群馬県は政治駅と疑われる駅が多いですね。多いといっても、新幹線の駅は3つしかありません。この駅は、新幹線の中の秘境駅で有名です。何せ、1日12本程度の発着です。ほぼローカル線の駅ですね。北陸新幹線は整備新幹線法で建設されるので、国と地方自治体が建設費を負担しなければなりませんが、高崎を出て軽井沢まで駅を作らないと言い出し、群馬県はこう言いました。だったらお金出すのやめー。この意見をしたのはどうも群馬県西部に選挙区を持つこの方の影響があったようです。またこの方の写真を出すとは思いませんでした。しかし実際作った安中榛名駅の1日平均乗車数は2021年で177人。ローカル線級の駅です。冷めたピザ、ならぬ、冷めた駅、となってしまいました。でも荻野屋の峠の釜飯は販売しているそうです。政治駅としては当選確実、丸ですね。次はまさか。あの大駅が政治駅。東海道新幹線については、弾丸列車計画の頃から東京、大阪間の速達列車の停車駅は名古屋駅1箇所だけであり、滋賀県米原駅から大阪市東淀川区まで、滋賀県、京都府、大阪府をほぼ直線的に走るものでした。しかし紆余曲折して京都にも駅を設けることとなりました。もともとは伏見地区などの南側に設置して新京都とする予定でした。しかし京都市議会が猛反対し、現在の在来線の七条ステーションに併設されたそうです。そのおかげで工期が間延びして1964年10月開業の1ヶ月前に完成したそうです。でもこの京都駅はある意味では成功ではないかと思います。速度上の制限があるにしても、在来線の京都駅に作って利用者は増えていると思います。判定としては三角ですね。できた経緯は政治的ですが、私は京都駅が今の位置にある方が絶対に便利だと思います。政治駅でも何でも結果的に利用者が便利であり、かつ利用されれば成功ですが、駅を作っても利用されなければ、政治駅と揶揄されるだけですね。